こんにちは、ゆうです。パズラのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。今日も見たときにサバか芝居までやっていきたいと思います。はい、このアカウント、ちょっとね、X でね、ちょっとポストさせていただいたんですけど、メインアカウント、バーテンダークロトビー編成をね、今、ちまちま寝てまして、はい。多色編成になんかしようかなとか思ったり、いやでもそのテンスラーのキャラと組み合わせたりとかいろいろちょっと考えてまして、ガドブレがね発動した時のやっぱ火力がね全然違うんで、上がり方が、僕ちょっとパズル力難民なんでビジネス。ガドブレ発動させただけでそんなに4クエシが多くなくても火力が出るっていうのはちょっと今考えてまして、はい。少々お待ちくださると嬉しいです。メインアカウントの戦術チャレンジは、はい。それでは今日、芝居丸もね、もうこれ、ここを見ていただいて分かる通り、もう考えております。はい。それでは、今日はね、ガチャ動画です。3回目のお借りちゃうわ。101回目のプロポーズ、え？何やったっけ？あるか、お借り足して3回目のガチャ動画です。はい。だってね、これ来てるんだもの。星6以上確定テンスラーガチャ。はい。今日運営様から12時に届いたのかな。はい、メインアカウントはね、確か何やったから、別にサイレアでもなかったんですけど、はい、まあ、それがあるということで、本日は、まあ、金曜日ということで、金曜日の動画ということで、サクッとガチャ動画で、よろしくお願いします。星6以上確定テンスラガチャ6200万ダウンロード達成を読まんとこ噛む。はい、サイレア来てもいいやで。全然スライム転生したスライム来てもいいやで。マジか、この手の中にあるのがスライム。いや、これは来た。リルムテンペスト。ちょっと BGM はね、ちょっと普段こういうことがあるんで、ちょっと差し替えさせていただいております。はい。来ましたね。ちょっとシンクロ覚醒しとこう、今。はい、OK。ということで、あとはね、ちょっとね、僕まだガチャ引きたくて、その理由がね、コラボか。コラボのミニマンのリムルが欲しくて、で、玉が今ちょっとね、こんだけなんで、魔法石が、ユーザー情報、購入履歴、そのパズラ履歴書が入ったので、ちょっと場所わからないようになってた。はい。ちょうどね、70個分あるんで、はい、7回引いていきたいと思います。それではこっからもね、ここはもうちょっとニューヨークで行きましょう。はい。この前喉を潤したらね、交差ってきた。はい。テンスラいきます。はいはい。あー、銀ね、銀卵でもね、別に優秀なキャラはまあ多いし、ワンツー、別にコップ、コースターの下にね、今目薬挟まってね、コップ奥に手こずってた。はい。で、武器にもなるし、むしろなんかかぶってくれた方がなんかたまにしやすい。よし、OK。別に転生したスライムが出てくれてもいい。ゴールド。ガゼルマンやったっけ？ごめんなさい、全然違った。ボルテクスクラッシュ！これなんかちょっと前も来ましたね。なんか前もなんか動画出てた気がするぞ。よし、OK。転生したら、スライムやったよ。おー、アダルマ。なんかこの方と名前混じってるんよね、多分。うん、おそらく。うん。わからんけど。じゃあ、あと4回、必死こいで弾きましょうか。必死こかんのね。弾けるんですよね。こう、指シャって。シャって。あー、でも、キングの確率多いなぁ。ゴブタはね、ゴブタをプロデュースはね、たまにしやすいですね。今、3体目なんで、はい。あー、オッケー。軽減ループなんでね、1体置いときたいんで、はい。で、あと3回ですね。はい。3回で出しましょう。サイリアを。
いや固まらんな。うわーこの方あのね昨日の動画でお別れの時に、あすいません1体目でしたかなんか言ったかな。おーシールドに 50% シールドグラビティってなんか聞いたらちょっとかっこよくないですか。シールドグラビティ、ではあと2回ラスト2ですね。はいはい、さあ行きましょう、さあ行きましょう、最高。いや筋率おもろ今回。何だっけ、ゲルド。列進曲、列進曲言うてるけど、ちょっと1体目やからちょっとあの、弾にしづらいわ、ちょっと。それではね、今回、おそらく転生したらサライムだった件コラボガチャは、もうこれがラストかな。はい、それでは弾いていきましょう。転生しよう、俺と一緒に、一緒に転生しよう。おー、これ聞きたくなるっていうね。はい、それでは結果見ていきましょう。はい、こちらですね。まさかのまさかの無料からの方が一番引きがいいと。はい。スライム、ゴブタ、しか、ちょっとごめんなさい。名前がわかりません。それではね、当初の予定通り、ちょっと交換していきたいと思います。ミリムリルムがね、ちょっとあった方がね、やっぱりね、あれ、バッチ取っちゃったっけ ?10 点もあったっけ。でも、ミリムリルムも欲しいし、いや、どっちなんやろうね。バッチあった方がええんかな、やっぱり。ね、でもね、ミリムリルムでしょ?ちょっと待って、考えます。ちょっと、どっち交換しようと思ったか忘れたんで、今の動画内で、ちょっとやるのもあれなんで、玉だけでちょっと選別させていただきますね。はい。はい、選別させていただいた結果、もう8対4、あ、ごめんなさい。この方、スーパーサイジン3みたいな方、はい、ごめんなさい。あれか、9体出せるんですよね。9体いけるから、どっち交換しようかな、これ。9体いけるんでしょ ?9 体いけるってことはあれですよね。リムル&ベルドラもワンチャンいけるってことですよね。どっちしようかな。ごめんなさい、ちょっとガチャンしちゃった。で、これでこっから無理やり弾をひねり出すっていうのもちょっとできないと。はい。ラミリスは?ラミちゃん。ラミちゃんもちょっと厳しそうなんで、リムルで行くか、ちょっと転生したスライムで行くか、今、ちょっとこんな感じで、ちょっとこんな感じでいろいろ考えてるんですけど、こちらに入れるならどちらがいいですかね。よかったら、もしよかったら、ちょっとコメントでアドバイス等々いただけると嬉しいです。はい、それではね、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、あと動画の評価、評価も。あと、どっち交換した方がいいよとかね、こっちね、リムル&ベルドラか、ミリム&リムル、どっち交換した方がいいよとかいうね、アドバイス等々ございましたら、コメント欄で、どしどし、お待ちしておりますと。はい。つか、むしろ、ください。それでは、これで、また言うてもらう、全然エンディングが定まらんっていうね。はい。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。